こんにちは今回はね、再び違いということでお届けしようと思います。まあ YouTube っていうのは、うん、人気の動画をさらに再生させるようにシステムが働くというのは多くの方が知ってるところだと思います。ですんで自分勝手なキーワードとか自分勝手なサムネイルやね、SEO 対策っていうのは、うん、まあ YouTube からあまり意識されずに結果的に、えー、上位に上ってこないってことになりますよね。 でユーザーさんが YouTube にログインした時にまあログイン画面に出てくるのは人気の動画ばかりなんですよプラス自分の属性にログにすごく近しい動画ですよね、まあ、そうすると大体再生回数が万万ととか数十万っていうのがブワッと並ぶんですよ何も意識せずにログインした方が再生数10とか20の動画をたくさん目にしたってことあんまりないと思うんですよねいやそればかりか私もログインするんですけども 吉谷さんの動画以外は再生数が万とか数十万とかね悪くても数千なんですよ、うん、そう考えていくとなんでねまあ吉谷さんの動画がね20とか30で出るのかっていうとやっぱり直接のやり取りが頻繁に行われてるからでしょうねそういう意味で言うとまず吉谷さんや私たちっていうのは熟成さん受講生さんとの直接のやり取りが動画であるというその一点において そっから広がっていく突破口ってのがあるんじゃないかなと思うんですよまあいずれにしましても youtube の緻密な仕組みの感激をついてですね私たちの生命センターができているのかなと思いますプラスそういったものがあるからやっぱタイトルをねトレンドのなんか人気の動画に合わせていくそれに寄せた seo 対策をすると少なからず効果が出て初見の方があれなんだこれ再生数 30ってのがあるぞみたいな感じでね目に留めていただけるんじゃないかなと思いますよね。まあ、それがいつしか作戦になるということもありますしやっぱり吉田さんあれですよねあのなんかその再生数が少ないからこそ自分と同じ立場でみっちりとやってくれるんではなかろうかっていう気持ちにもなるし私もねなんか思うんですけどもチャンネル登録10とか20の人に結構ねひいしたくなるんですよね。う まあ、人の心理っていうのはだから同じようであり同じじゃないところもあり違いを語る上では同じものを語らないといけないしねちょっとややこしい表現になりましたけども。まあ、違いの分かる男ゴールドブレンドっていうのがありますけどもあれもだからみんなでゴールドブレンドを飲んじゃったらねみんなが違いの分かる男になって結局違いが分からなくなっちゃううところもあるかなとだから自分だけの世界っていうのがあるんですよね なんかこう思うんですよあの視聴者さんとかね熟成さんの立場になるとまあいろんな動画の表現者がいるけども自分の、うん、ナンバーワンはこの人だっていう,ふうにね、うん、だからやっぱこう譲れないところを持っていくところと柔軟なところを持っていくところと組み合わせて私たちも表現していかないとなと思うところですよね、はい、まあ、違いを持たらす違いって言葉がありましたけども同じ YouTube という同じプラットフォームを違っても結果的に違うものが出来上がっていく、うん、そこには結果的に違いをもたらす行動や動機の違いってものがあるのかなと思いますけどねあなたはどんな違いを持っていますかいってらっしゃい